会社の上司からパワハラを受けて休職してます。あとはその人と話した後に結構なんか本当に頭痛起きたりとか、めちゃめちゃなんでしょう、腰痛くなったりとかして、自分でもわけわからない状況、なんか症状に悩まされたとか、そういうのはやっぱありましたね。そういうことは良くないんだよってことで、まあこう訴訟しようと思ってますよね。I'm Cholu from Japan. Today, I gonna interview Japanese worker. So actually, what is a good side of the Japanese company? And what is a dark side of Japanese company? Okay, let's get started. フーリーと申します。今は休職中で、なぜかというと、会社の上司からパワハラを受けて休職してます。今、そんな状況です。なるほど。今日なんですけど、日本の会社の、まあ、いいところと、まあ、ちょっとここ、まあ、良くないところだな、みたいなところを聞ければいいかなと思っていて、フーリーさんが思う、この、まあ、日本の会社のいいところって何かありますか？あ、なるほど。まあ、いいところは、やっぱり、まあ、例えばなんですけど、みんな結構真面目で、そうですね。まあ、仕事に対して熱心に取り組むかなっていうところがいいところかなと思います。ここ、特になんか働いてて、あ、日本人の感じてってるなとか、日本の会社のいいところここだなみたいなところって、なんかそういうの具体的にあったりします？そうですね、なんでしょう、例えば結構毎日なんでしょう、ルーティンワークでなんかやること確立されてたりとか、まあ、それで何ですか、なんていうんですかね、まあ、いい風に捉えるとかなりこう再現性あるみたいな感じで、まあ、仕事もその新人でもやりやすいかなっていう感じで、すぐこう上達していきやすいかなっていうふうに思います。じゃあちょっと本題なんですけど、日本の会社のここちょっと良くないなみたいな、ダークサイドオブジャパニーズカンパニーみたいなところって何かあったりします？そうですね、ダークサイドはやっぱり何でしょう、まあ、真面目すぎるがゆえに、まあ、上司の方であったりとか、まあ、組織がちょっとお堅すぎて真面目すぎて、まあ、何でしょう、なんか詰めるみたいな文化が僕の会社はまああったんで、まあ、そういうところがちょっとダークサイドかなというふうに思いますね。詰めるって、まあ、ちょっと叱ったりとか。そうですね。どんな感じのことをされてたんですか？フーリさんが体験したことで何か聞かせてもらえます？そうですね、まあ、僕が体験したことで言うと、具体的にはまあこう無能だよとか、まあ、本当にシンプルになんかまあ仕事できないねみたいな、こう赤ちゃんだよみたいないうふうにはまあ言われたりとか、まあ、他にもあるんですけど、まあ、そういうのが一回こう代表的なものとしてありますね。それってシチュエーションが気になるんですけど、なんかそれって本当に、まあ、自分がもうすごく大きな損害を出してしまったとか、なんかそういう状況なのか、別にそうでもないけど日常的になんか上司の人からこうお前無能だとか赤ちゃんだみたいなことを人前でこう言われたりするのかって、どういう状況でそんな言葉言われるんですか？まあ、その言われた時は結構リモートの会社なんで、ワンオンワンの11の場面で言われたんですよね。で、言われた状況としては僕がこう新しい仕事を覚えていく中で、まあ、初めて、まあ、1回目2回目3回目ぐらいのこう仕事であんまりうまくできなくて、でこう繰り返し同じことを教えてもらうときに、その無能だよみたいないうのがそのなかなかうまくできなかったので、そこに対して結構言われることが多かったですね。なので、まあ辛かったですね。そういうことずっと言われ続けて普通に働けるんですか？フーリーさんは別に平気だったんですか？いや、 やっぱりだんだんこうメンタル的にしんどくて、なんでしょう、なんか、まあ、知らないうちになんかこうなんでしょう、その人と話してるとやっぱこう心臓をバクバクしたりとか、あとはその人と話した後に結構なんか本当に頭痛起きたりとか、めちゃめちゃなんでしょう、腰痛くなったりとかして、自分でもわけわからない状況、なんか症状に悩まされたとか、そういうのはやっぱありましたね。なるほど。なんかその日本って過労死だったりとか、まあ、それこそ超過勤務がすごい多いとか、なんかそういう問題も、まあ、よく海外の人は知ってるかなと思うんですけど、なんか多分フーリーさんみたいな感じのこうなんかすごく怒鳴られたりとか、なんだろう、責められたりとかで、それでちょっと会社に行けなくなるみたいなのはあんまり知ってる人いないかなと思うんですけど、ちなみに今は普通に会社に行けてるんですか？いや、今は行けてなくて、そのまま今休職期間ということで、まあ、お休みさせてもらってる期間って感じですね。逆に言ったらそれ休職期間ってもうじゃあクビだってならないんですか？日本の会社っていうのはなんかそのお休みを取れるっていう感じなんですか？なんか企業によってなんですけど、企業に就業規則に1年間休職させる期間を設けるみたいな規則に書いてたら1年間休めるんですね。で、それを設けなくてもいいっていう法律になってるんで、それを設けてない期間はそのまま多分何でしょう、在籍できない、そのまま辞めることになりますし、それが1年であったり2年であったり3年であったり、多分会社によって変わりますね。
なるほど、じゃあ休職期間でちなみに給料はもらえてるんですか？それも会社によってバラバラで、そう、法律上なんか規定しなくて義務じゃないらしいんで、なんかこう全額出すとこであったりとかはあるらしいんですけど、かなりレアで基本的には出ないとこが多いはずですね。でその中で、もらえるのが傷病手当金っていう、まあ給料の6割ぐらいがもらえる制度は、まあ、一応その社会保険からかな、こうもらえますね。今後フーリーさんはどうしていくんですか？その休職期間が終わったら、まあ、会社に行くのか、でも会社にそのすごくなんか嫌な状況があるんだったらそれって変わっていくのかなとか、なんかどういうふうに考えてるんですか？なんか一応復職しようと思ってて、まあ、なぜかっていうとその人事側が結構配慮してくれて、そのメインの加害者である人とこう関わらないような部署に配属させてくれたりであったりとか、まあ、こう復職するにあたってプログラム用意してくれてるんで、まあ、それにのっとってこう復職に進んでいくみたいなのがこう僕の考えてることですね。何かこう嫌なことをしてきた人とかとはもう和解していく感じなんですか？もう関わらないので和解自体はないですね。なのでまあそうですね、まあ、僕としてはちょっと許せないなっていうのもあるのでだし、まあ、こういう被害を広めたくないというか、他の方もそういう同じ被害遭う人とかいたら悲しいので、やっぱそういうことは良くないんだよってことで、まあ、こう訴訟しようと思ってますよね、はい、これもかなり珍しいと思ってて日本人って大体そういうことされるとこう嫌だって言ってこう休職してそのまま会社辞めたりとか、まあ、仮に戻ってきたとしても、まあ、距離を取って終わるみたいなところだと思うんですけど、まあ、訴えに行くみたいなところってかなりすごいと思うんですけど、 なんでそういう風に思えたのかって なんでですか？確かにそうですね。でもなんか、まあ、学生時代僕がラグビー部だったんですけど、そこで結構、まあ、かなり体育会系の世界なんで結構理不尽が多かったんですよ。で結構飲み込むタイプだったんですけど、その今それを卒業、体育会ラグビー部卒業してから振り返るとこうかなり理不尽で、なんで飲み込んでたんやろっていう風に思って、これからはやっぱり主張していかないと、なんでしょう、まあ、言うたらこの世界、この社会は理不尽な社会として生き抜けないなというふうに思いますし、まあ、正当な権利がみんな誰しもあるので、その正当な権利主張することで、なんでしょう、こう理不尽にまあ負けないっていうのを、まあ、自分のこう人生の生き方としてその指針を持ったので、まあ、しっかりその価値観というかその指針にのっとってこうしっかり権利を主張していきたいという思いからこう訴訟しようというふうに考えてますね。じゃあ、まあ、訴訟をしに行くっていうところで、まあ、僕もそういう上司とか、まあ、そういう会社のカルチャーみたいなのって良くないと思うので、ぜひ応援してます。で、最後に、まあ、会社とか、まあ、このチャンネル見てる人は結構外国人の人が多いんですけど、まあ、会社でこう虐げられてる人だったりとか、まあ、ちょっと会社に行くのが苦しい人とか、なんかそういった人たちに何かこうメッセージってあったりしますか？やっぱりみんなこうなんですかね、なんか正当な権利あると思いますし、なんかこう健康的な生活をこう送る権利があると思うので、しっかりそれを主張して理不尽に負けないこう世界をみんなで作っていきましょう。はい、裁判頑張ってくださいありがとうございました。Thank you for watching so far. How was it? I think this kind of unreasonable situation of Japanese company unfortunately still in our society, but fortunately those situation is actually declining day by day. So if you want to talk to me, so please leave a comment or contact me on the Instagram. Okay, see you next video. Bye. Hey Toru, what are you doing? I'm taking YouTube video now. What do you think about Japanese society?What do you think? About like a salary of a Japanese company. Oh, Japanese company's good. Oh, good? Really? No, not really.